浮いてるように見えますか、これね、皆さん。どうでしょうか。はい。ということで、今回はですね、グレン君に、ちょっとね、手品を見せようと思いまして、こういうマジックはやっぱりね、わかりにくいと思うんですよ、犬は。なので、ちょっとわかりやすいやつ、こちら。ロープがハンカチになるマジックなんですけど、紐がハンカチに変わるみたいなね、ものがこう、変化するマジックだと、まあ多分わかりやすいと思うんで、グレン君ひょっとしたらね、これびっくりするんじゃないかと思いまして、今日はちょっとこちらをドンキホーテで買ってきました。はい、じゃあね、これを今からグレン君の前でやっていきたいと思います。あ！何？くーちゃんもやるの？何すんねん。はい、まずこちらの手品なんですけど、これね、もうプニプニの紐なんですよ。プニプニの紐。これがですね、なんと、ビビっとるもん。クイちゃんビビっとるでしょ。興味ない。いいよ、クイちゃん。てい倒れるんですね。え、次本番。もっとそこに行くからね、クイちゃん。行くよ、見とってよ、よく。見とってよ。こういう感じでね。行くよ。クイちゃん行くよ。いい？行くよ。行くよ。あー、緊張する。緊張する。グーちゃん、ハンカチになったで、グーちゃん。ねえ、グーちゃん、あ、グーちゃんピンポン来た。グーちゃん、グーちゃんどう？びっくりした、グーちゃん。全然クイちゃんのリアクション見てなかったけどね。どうなんだろう、ちょっとなんかびっくりしとった気がするね。クイちゃんちょっとみんなにごめん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 よ。めっちゃ見とるめっちゃ見とる。クイちゃんめっちゃ見とるけどね、疑問になったんじゃまた。クイちゃんあかんあかんあかん、もう一回やるよ、もう一回もう一回やる、もう一回もう一回やらせて。クイちゃんもう一回やらせて。もう一回やるし、グレンやりたいの？ちょ、待て待てよ。お、パリコちゃん、いくよ、グーちゃん。こうやってね、しごくとですね、いくよ、えいっグーちゃん、ハンカチになったよ、まだちょっとビビったっしょ、今ね、グーちゃんグーちゃん、なんでって顔してるね。グーで、うん、どんどん言え。グーで、うん、どんどん言え。ちょっと待て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 。ちょっと待てよ。もう一回、もう一回やろうか。3回目はもうさすがにびっくりしんと思うけどね。グレンチ。グーちゃん、なんで紐噛むの？ええ。かわいいけどさ。かわいいけどさ。グーちゃん、なに？紐、グーちゃん紐好きだもんな。あかんあかんあかん。終わり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 して終わりして、あかんあかん、いや、ストップストップストップ。グーちゃん待て、いくよ、グーちゃん。さすがにグレン君もびっくりしないと思いますけどね。いきます、えい。なんでビビるの、グーちゃん。嘘でしょ。ちょっと、グレン。ビビんのね、グーちゃん。ちょっと、ねえ、おもちゃだと思ってる？おもちゃだと思ったの？グーちゃん。グレン君これ何回やってもびっくりするやん。ねえ。グーちゃん。えい！ほら。グーちゃんが釣れた。グーちゃんが釣れた。グーちゃんが釣れた。ビビるんだよね、なんかしないけど。
どうだったぐーちゃん、ね、テジラ気に入った？はい、ってことでね、犬は結構テジラびっくりします。ってことで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。ぐーちゃん返して、壊れちゃいそうやん。ぐーちゃん返して。ぐーちゃんもやりたいの？ぐーちゃんテジラやりたいの？ああ、ビリっていた。ビリっていた。ビリっていた。やべ。やべ、ビリっていた、ぐーちゃん。